写真拡大ボケ20勝勝ち馬を数多く持つアレマーナ、メス2歳、立冬松下武志厩舎、父キングカメハメハ、は8月10日、上は松山博士開くメートルでデビュー、と馬は5月27日逃げと試験後覚悟、放牧に出されていたが、7月21日に死が立冬トレ戦へ戻っている。体が20キロほど大きくなって、戻ってきましたね。しっかりしてきましたね。来週はジョッキーに乗ってもらおうと思っています。と松下調教師、馬はおじ、おばにバウンスシャッセ、コントラチェック、ムーンクエイクと3頭の重賞ホースがいる。